こんにちは、つっちです。今回は北海道ゴルフ5カントリービバイコース、東コースの1番ホール、レギュラーティーからピンまで352ヤード、ミドルホール攻略を紹介します。当ゴルフ場はゴルフ5レディスプロゴルフトーナメントを2023年9月1日から9月3日に開催します。1番ホールのドローン&コースレイアウトをご覧ください。ティーショット、気持ちよく、まっすぐに伸びるミドルホール。左は OB ですが、ティーショットはフェアウェイセンター狙いで。セカンドショット、グリーンの左右にはバンカーがあるので、セカンドショットもグリーンセンター狙い。グリーン、常に2パットを頭に置きながらプレーをしていきましょう。東コースの1番ホールはパー4、レギュラーティーからピンまで352ヤード、ハンディキャップは6、左ドッグレッグのミドルホール。難易度は9ホール中5位、平均スコアは 5.21、 平均パット数は 2.21。 100切りの人は3-4-2パットが無難です。東コースの1番ホールパー4、レギュラーティーからピンまで352ヤード、ティーショットの攻略ポイントは、気持ちよくまっすぐに伸びるミドルホール。左は OB ですが、ティーショットはフェアウェイセンター狙いで。東コースの1番ホールパー4、セカンドショットの攻略ポイントは、グリーンの左右にはバンカーがあるので、セカンドショットもグリーンセンター狙い。東コースの1番ホールパー4、グリーン、常に2パットを頭に置きながらプレーをしていきましょう。次回は東コースの2番ホールについての動画を投稿します。見逃したくない人はチャンネル登録してお待ちください。